中島材木店の中島です。で、私は主に小島工務店さんのこういった床材の加工や最後に塗装するんですけど、そういったことを主に担当させていただいてます。まあ、丸太の状態から仕入れてきまして、薄い板状のものにしまして、乾燥機にかけて少し含水率をしっかりと落として、で乾いてからある程度これぐらいの幅の板材にもう一回加工して、そこからプレーナーで出っ張りとへこみをつけて、こう最後にカシャンとこうはまるような、加工をしています。床の塗装は主なやっぱり役割としては、汚れがつきにくくするために塗装はさせてもらってます。あとはその塗装することによって木目っていうのがくっきり見えるようになるんですよね。やっぱヒノキはこういったちょっと明るい色だったりするんで、部屋の中がすごいこう明るく見えるかなっていうのと、あとはやっぱりこう木のオリジナルの木目といいますか、視覚でも楽しめるかなとは思います。小島さんの大工さんは皆さん、あのいつもピシッと綺麗にあの完成した現場も僕も写真とかで拝見させていただいてるんですけど、で木目もやっぱそれぞれ違うんですけど、こううまくいい感じにこう貼り合わせてるのを見ると、やっぱり小島さんの大工さんはすごいなっていつも思ってます。思い出が記憶されるっていうのが僕は無垢材にあると思っていて、私の実家のリビングも実は無垢材のこう本材加工のものがこう貼り合わされているんですけど、あの買ってきた椅子を私がいきなり引きずって思いっきりここに傷をつけてすごい怒られたっていう記憶があるんですね。でもそれっていうのは今も変わらずあの傷は残ってるんですよね。でそういざ実家に僕がまた帰った時とかにその傷を見ると、あ昔こんなことがあったなっていうのをこう思い返せる、実はこう思い出が残るっていうのがこの無垢の柔らかさってとこには隠されてるんじゃないかなと思いますね。皆さんもこれから長く住まれる空間だと思いますので、ぜひこの東京ウッドのフローリングに思い出を刻んでいただけたら嬉しいです。